こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、メルカリに呪いのフランス人形が出品される。そのいわれがやばすぎる。なんかね、メルカリに呪いのフランス人形が出品され、ネットがざわついてるみたい。その人形、言われがめっちゃやばいっちゃん。その言われの一部を言うと、出品期間中に祖母が他界、叔父が脳梗塞で緊急手術入院、自分ももらい事故を食らったらしい。ではそのメルカリに出品された呪いのフランス人形ば見てみて。いわくつきフランス人形35万円。商品の説明、メルカリ2回目の出品です。下記の理由のため引き取り手がおらず出品します。即購入丸、ある程度なら値下げ応じます。ただ早く引き取ってください。20年ほど前に全焼した一家の跡地にて毛布にくるまり拾ったものだそうです。前の所有者から70万ほどで引き受け、その後1週間ほどで前所有者が死亡しています。引き受けてからすぐは私自身の親戚が立て続けに亡くなったり、いとこ夫婦が夢でこの人形を見たと言い死産したり、この人形がある部屋でぼや騒ぎがあったりと不運なことが起こります。5年ほど前に聖水を振りかけ、ロザリオを2つ首から通したところ、特に不運はなくなり、人形のことは忘れていました。先日親戚が亡くなったことでこの人形を思い出し確認したところ、ロザリオの1つが弾けるように外れて置かれているのを見て手放そうと思った次第です。私もいわくつき呪物マニアのため、ある程度の値段設定にて出品したいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。出品期間中にて祖母が他界、叔父が脳梗塞で緊急手術入院となりました。私も1日に2回車でのもらい事故を食らいました。近日中に購入者がいなければお焚き上げに持っていこうかと思います。お早めにお声かけください。この呪いのフランス人形、すでに売れてるんやけどね。てか誰が買ったんかい。しかし怖くない？前所有者死亡、出品者の親戚が立て続けに死亡、死産、ぼや騒ぎ、親戚死亡よ。んなことありえる？ミルキーブルーがこの呪いのフランス人形の情報を知った時はまだ売れてなかったけん、この人形、都市ボーイズの早瀬康弘さんかオカルトコレクターの田中俊之さんが絶対即買いするやろうなと思ってたけども、どうも周知吉書店さんという方が買ったみたいやね。これおそらく林さんも田中さんも悔しかろうね。絶対喉から手が出るほど欲しかったはずやもん。でも35万円も出してよくこれを買いたいと思うよね。購入して不運になるとか、ミルキブルーはごめんやわね。この呪いのフランス人形を購入した周吉書店さんが無事でおればいいけども、しかし呪いの人形バリ怖いっちゃけど、ではご視聴ありがとうございました。それでは。